東総理、タングッチアンリは、朝鮮民主主義、人民共和国平安北道鉄山群にある地名。西海衛星発射場東総里には、マイ水炭里ミサイル発射場よりも大規模かつ、新型の正式名称、西海衛星発射場というミサイル発射場が、存在する。マイ水橋里発射場は、日本海側にあり、朝鮮総連の、 加強など在日朝鮮人社会の協力を得て建造されたと言われる一方、東総座とは公海側に位置しており、設備も中華人民共和国の影響を受けていると言われる。北朝鮮は1998年のミサイル発射実験を皮切りに、前水橋里発射場から大陸間弾道ミサイル級の長距離ミサイルの発射実験を繰り返してきたが、 燃料注入や制御、操縦施設が古く、円滑な運用が難しいため、2000年初めに、第2の発射場として、東捜査と発射場の建設が始められた。東捜査と発射場には、移動可能な発射台2台と、高さ10階相当の指示台、エンジン燃焼試験棟地上管制所などがある。規模は、前水橋里発射場より3倍ほど大きく、施設も、 大幅に現代化されたという。特に、ミサイル発射準備の重要な段階である、液体燃料の注入が、地下施設で、なおかつ全自動で行われ、アメリカの軍事衛星の監視を避けることができると、韓国軍当局は見ている。また、東捜査と発射場は、大半の施設が自動化されており、短時間に数発のミサイルを発射できるとされる。2010年12月、 ウィキリークスが公開したアメリカの外交文書によると北朝鮮が遠くない時期に東捜査と発射場からテポドンを改良した最大射程距離1万5000キロの ICBM を発射すると予想した。韓国軍の関係者は発射施設の建築費を4億ドルと見積もっている。2011年2月16日、ボイス・オブ・アメリカは北朝鮮が 第2位の大陸間弾道ミサイルの発射タワー工事を終えたと報道した。北朝鮮は2012年4月15日の金日成主席生誕100周年記念を目的として再開衛星発射場から人工衛星光明星3号を発射すると国際開示機関に予告した。IMO は3月19日夜日本を含む加盟国に正式に通報した。一段目は 韓国の西方沖、二段目は、発射地点から約3000キロ南方の、フィリピンルソン島の東方沖に落下するとされた。北朝鮮による、落下海域の設定時刻は4月12日から16日の午前7時から、正午までとされた。そして4月13日の現地時間7時39分に、光明星3号を搭載したとされるロケット、銀河3号が発射されたが、 約2分後に空中分解して航海に墜落した。朝鮮中央通信は同日中に公式に失敗を認める声明を放送した。2012年12月12日には前回と同盟のロケット銀河3号により人工衛星光明星3号2号機が打ち上げられ地球周回軌道への投入に成功した。これは北朝鮮発の人工衛星の 機動投入成功であった。東捜査と発射場は、前水橋里発射場と比較すると、以下のような地理的、軍事的、政治的利点が存在すると言われている。2018年米朝首脳会談後の2018年8月、民間の衛星写真により、再開衛星発射場の解体が始まったことが38のースにより確認されている。 その後に行われた同年9月の南北首脳会談でも合意文書の中で関係国の専門家の立ち会いのもとで永久廃棄すると明記されている。2019年2月に行われた米朝首脳会談は核廃棄に向けた合意が得られないまま終了したがその直後となる同年3月5日38のオスは首脳会談前より北朝鮮が ミサイル施設の復旧作業を始めていたとする分析結果を発表。翌6日、トランプ大統領は記者団に対し、金委員長にとてもとても失望するだろうとの懸念を表明した。ありがとうございます。